はい、川谷です。本日は牛タンを 1.5 キロ食べます。そしてありがたいことに、こちらのね、ラボンバンスさんという、会社さんから牛タンをご提供してくださりました。ありがとうございます。ラボンバンスさんの詳細については概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらから、購入してみてください。それでは早速食べます。はい、というわけで早速いただいていきたいと思います。いただきます。見てください、この美味しそうな牛タン。めちゃくちゃうまそう。うん。牛タンめちゃくちゃ柔らかくて美味しいですね。牛タンって普通歯ごたえがあって食べ応えがあるイメージなんですが、こちらはねすごい柔らかくてめちゃくちゃうまいっすね。やっぱり牛タンといえばオンザライスですね。うん。ご飯との相性も抜群。ラボンバンスの牛タンは肉の旨味がねめちゃくちゃ凝縮されていて病みつきになります。牛タン最高だわ。一応焼肉のタレで食べてるんですけど、このままでもちょっと食べてみます。あー、肉の旨味が強いからもうこのままでもめちゃくちゃうまいです。Thank you.
おかわりご飯、牛タンっていうのはもう焼いてる時から幸せを感じます。牛タンはちょっとあんまり焼きすぎない方がちょっと柔らかみがあって美味しいです。牛タンでも場所によっては牛タン本来の歯ごたえがあったり、牛タンにはない柔らかさがある部分もあって、いろんな面でこう楽しめる部分があっていいなと思います。大変悲しいですが、もうこれでラスト2枚です。
というわけで最後の一口です。最後まで美味しいですね、牛タンは。はい、というわけで牛タン完食です。ごちそうさまでした。いや、やっぱり牛タンっていうのは幸せになりますね。焼く時からもテンション上がりますし、もう口に入れた時のね、あの牛タンの旨味を感じる時の幸せ、牛タンは人を幸せにすると思います。また今日食べたラボンバンツさんの牛タンの購入先のリンクは冒頭でも言いましたが、概要欄の方にリンク先を貼っておくので、ぜひ、この動画を見ていいなと思ったらラボンバンツさんの牛タンを買って食べてみてください。もうとにかくね、めちゃくちゃ美味しいですし、柔らかくてかつ肉厚もあってね、めちゃくちゃね、最高の牛タンです。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画までごきげんよう。牛タン最高。